ロバーシュ文字はおよそ西暦千年以前にマジャル人が用いていたアルファベット。右横書き。ロバーシュはハンガリー語で、掘る、刻む、記録する、書くを意味する動詞 R から派生した名詞で、刻み、書きを意味する。イシュトバーン一世の回収に見られるようなキリスト教の普及により次第にラテン文字が用いられるようになって廃れたが、トランシルバニアに住む。 成形人の間では1850年代後半まで伝存した。20世紀初頭の復活、またここ20年の使用運動や技術的な発展により、現在の採用は前半ガリーコ県において急激に広がっている。現在の聖書法においては、二次一組で書かれたり、記号をつけたりして表す CSGDNY、精霊子、タイ。 ZS といった音素は一字で表される見かけは、ルーン文字に似ているのもあるので誤って、ハンガリールーン文字と呼ぶこともあるが、直接の関係はなく、ユーラシアで広く用いられた特結文字の系統に、由来すると考えられている。旧来知られる、成形ハンガリー、別名で、成形式、ハザール、または、カルパチアボンチ式の3種類がある。近年に発見されたパーロ種式、 ロバーシュ文字の一種と考えられている。11世紀のものと思われるロバーシュ文字で書かれたヨハネによる福音書の一文。ロバーシュ文字といえば通常はこちらを言う。キリスト教家の後も特にハンガリー東部のトランシルバニアで長らく用いられていたが1850年代以降にローマ文字での一般教育の普及でほぼ使われなくなった。20世紀末。 1980年代からロバー種文字愛効果による復活の下、21世紀初頭から史上最大の復活を迎え急速に人気を集めている利用者の目標は数年内の完全復興基本教育ローマ字にかなう日常使用である全45字シーンによっては5ポイントともに用いる字と全ポイントともに用いる字の2つを取るものもある ラテン文字の転写に関してはハンガリー語も参照。またキャピタ・ディクシャナムと呼ばれるただの音素文字でも、合字でもない文字が数個あり、これについては、研究が待たれている。マジャル数字テキストフロム・チーク・セン・マートン150、1501、河川のあるものは、原文では、合字で書かれている。以下のように読む、ルナック・スリタ・セッチェル・フォーゲブン・ルナック・エザーザザジー。 アズテンドービーマタヤッシュジョノスイースタイトンコバックスチノルタクマティアズマスタージャーガラメスターックスイナルタク GHA アズアイリーリーエ現代ハンガリー語では以下のような意味になるアズアールスラティスユテイニー1501イベベン RT キロマタヤッシュヤーノシュエストボンコバサックチノルタクマタヤッシュマスタージャージレイマスターチノルタク解釈不能日本語訳 種の誕生後1501番目の年に書かれた。タンヤのマーチャー種、ヤーノ種、イシュトバーンが作成した。職人のマーチャー種、職人のゲルゲーが作成した、解釈不能ハンガリーが EU に加盟した時期に、ハンガリーらしさ、ハンガリー人としてのアイデンティティの一つとして、ロバーシュ文字の見直しが急速に進んだ。専門家の中には、ロバーシュ文字が市民権を得ることを喜び、 パソコンに対応できるようなシステムの開発を進めたり、ロバーシュ文字検定を行ったりと、その普及の後押しをする者も,もいる。2009年、ロバーシュ基金の研究グループの開発によって、ロバーシュ文字書き換え、編集システムが誕生してから、ロバーシュ文字の出版物が相次いで市場を出ている。2010年、ロバーシュ基金と国土交通省交通標識管理局の 合同開発により、ロバーシュ文字の地名交通標識の全国キャンペーンが開始された。世界各国の文字が登録される文字コードであるユニコードには2015年6月17日にオールドハンガリアンとして登録された。これによりコンピュータ上、とりわけインターネット上でロバーシュ文字の使用が容易になる。ありがとうございます。